おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。本日はですね、7月の8日、七夕の翌日ですね。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、今ですね、午前7時になっておりますが、本日は高休日でございますのでですね、久しぶりの温泉ハンターに行きたいと思います。ずっとね、台風4号の影響でですね、まあはっきりしない天気が続いてるんですけれどもね。ただその台風4号も今温帯低気圧に昨日変わったんですが、まだね、関東の沖の太平洋上でですね、停滞してるということでですね、ちょっとね、にわかに雲が多い感じなんですけれども、まあ久しぶりにですね、気持ちいい青空が見えております。で、今日はですね、そんな中ですね、久しぶりのこのいい天気ですね、天候条件にも恵まれた中ですね、向かおうかと思っているのはこちらでございます。はい、私がもね、やってきてるのはね、芦ノ湖ですね。箱根といえば芦ノ湖でございますね。東の方のね、温泉ばっかり行ってましたけどね、まあ茨城とか埼玉とかね、まあそういうとこも行ってましたけども、まあまだまた金沢も行きましたけどね、久しぶりにですね、東京を飛び越した神奈川県の方にね、行ってみたいと思います。まあ神奈川県と言いますとね、あそこしかないですね、温泉地は。で、今日はですね、私一人ではなくてですね、会社の同僚も一緒に行きたいと思っておりますので、どうか動画を最後までご覧いただけたら幸いでございます。それでは動画スタート。助かることはない。はい、1300円、入浴料は1300円ですね。ちょっとね、初めての初見のところなので仕組みがわからないんですけどもね、行きましょうか。日本の温泉初めて。ですね、マルコ君は。はい、じゃあ行きましょう。なんかね、すごく山奥まで来てしまいました。はい、じゃあ多分ね、ビデオの方はここで、もうちょっと行けるな、もう少し行けますね。なんかすごい雰囲気のいいとこですな。なんかありますね。もうちょっとビデオ回せそうですね。はい、じゃあここでビデオを止めます。それでは行ってきます。どこですか、お風呂は。お風呂どっち。え、こっちですね。こっち、え、こっち違うのか。離れが、え、ちょっとなんかわけわかんないの。あ、ちょっと違うね。そうですね、なんかね、迷路のようでわかりません。あ、そっか、これが湯上がり湖の先で、だから。あ、そっか。でもこっちは料理。こっちだな。でもこっち、え？あ、階段降りてからだったからね。よし。迷った挙句、こういう温泉は初めてで、迷った挙句にやっとお風呂に到着です。ここで動画はおしまいです。はい、入ってきました。
気持ちよかった。はい、天山湯治峡さんですね、お風呂が7つもあったという露天風呂がね、まあ、なかなか楽しめたと思いますね。はい、なんでね、これから、マルコ君と一緒になんか美味しいものをね食べに行きたいと思いますんで、それでは行きましょう。はい、はい、今ね、天山の湯治里さんから出てきたんですけどね、まあなかなか雰囲気のいいとこだね。もうなんか山奥ですよ、本当に山奥でね。ここに来られる方はですね、道が結構ね、つづらの折のカーブが続くんでね、結構ね、あのスピード出して下り坂下ってくると結構やばい雰囲気になると思うんでね、注意して来てみてくださいね。はい、こんな感じです。非常にね、せせらぎの音も良くてね、雰囲気がね、バリバリいいですよね。こんな感じね、もう真夏の太陽ですね。はい、それではね、本日もご視聴ありがとうございました。温泉ハンター16だか15だか忘れちゃいましたけどもね、また次回の温泉ハンター、だいたい2週間後ぐらいにどっか行く予定ですのでね、次回の温泉ハンターでお会いいたしましょう。いいねボタン、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。イエイ。